いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田代表、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、サントリー食品インターナショナルより、食事から摂取した糖質の吸収を抑える働きがあることを報告されている、難酸化性デキストリン植物繊維を機能性含有成分として配合した、サントリーイエモンプラス、美味しい糖質対策、機能性表示食品、こちらは2020年3月17日から全国発売した、こちらをご紹介したいと思います。こちらは、食事の糖質が気になる方に適した製品です。食事から摂取した糖質の吸収を抑える働きがあることが報告されている難消化性デキストリン植物繊維が含まれています。今回、毎日飲むお茶でもっと楽しく簡単に糖質制限に取り組んでもらえるようイエモンプラスブランドから発売となります。味わいは緑茶とほうじ茶をベースに各社地にジャスミン茶を加えることで食事に合う爽やかな香りとスッキリとした飲み口を実現しました。パッケージはラベル下にはグラス入りの緑茶やおにぎりのイラストを用い、日常の食事で合うお茶であることを表現しています。ということでこちらは 500ml のペットボトル、本体価格150円となっております。出ますね。糖質の吸収を抑えるお茶。福祉園イエモンプラス。さあ、機能性表示食品、美味しい糖質対策。なっております。さあ、難化性テキストリンということで、食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをということですね。そしてさあ、清涼飲料水です。こちらもなっております。食事の際に1本、1日1回を目安にお飲みくださいということだそうです。まあ、詳しくは一時停止してご覧くださいと。さあ、 500ml あたりカロリーは0、炭水化物は 6.5g、 糖質が 1g、 植物繊維が 5.5g となっております。そしてデキストリンが植物繊維として 5g、 カテキンが 134mg となっております。さあ、よく振ってお飲みくださいと書いております。まあ、お茶の成分が浮遊しているということですね。ではよく振りたいと思います。はい、では開けていきたいと思います。いただきます。うん、さっぱりとした、まあ、この中にジャスミンが香る、さっぱりとしたイエモンですね。うん、美味しい。これ糖質制限のお茶っていうのは分かんないうん、どのくらい美味しい。これ糖質制限できるんだ、すごい。美味しいですよ。普通のイエモンにこうプラスジャスミン入れたことで、さらにジャスミンの香りが引き立って美味しいです。意外とさっぱり飲めますね。なので、まあ、おにぎりもそうだし、いろんなね、ちょっとカロリー取れてきたなっていう時には合いやすいさっぱりとしたお茶になってると思います。これ糖質制限したらね、嫌です。あとはまあ値段次第ですけど、150円でしょ、十分だと思います。ぜひね、この美味しい糖質対策、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれば喜びます。では